どうもこんにちは、ドクターケンです。今日はですね、誰でもわかる細菌講座第33回ということで、レジオネラについてやっていこうと思います。レジオネラっていうとね、どういうところに生息する菌かっていうと、馴染みのあるところは温泉なんですね。温泉行ってみてください。必ずこういうね、紙に表記がありますけれども、レジオネラをちゃんと調べてますよって、レジオネラはこのお湯では検出されてませんですよっていうことをですね、きちっと、まあ、明記してるわけですね。で、もしね、まあそういうことを漏れちゃって、レジオネラが温泉で繁殖しちゃった場合にはですね、まあそれでもう温泉は取り消しになっちゃって、しばらく営業停止になっちゃうこともあります。だからまあ結構ね、身近なところにいる菌っていうことで、まあ知ってる方もいらっしゃるかもしれません。で、このレジオネラはですね、体にとっては肺炎を起こしたり熱を起こしたりする病気の一つなんですね。今日はそのレジオネラの細菌学的特徴とか、まあどういう病気を起こすのか、また治療はどうするのか、まあそういったことをお話ししてみたいと思います。それでは早速いってみましょう。左上の写真はですね、レジオネラがニュースに流れた時の一つの写真をお示ししてますけれども、まあ、入浴客40人がレジオネラに感染して、うち1人の男性がですね、死亡してしまったっていうケースです。で、右下はこれも浴槽からレジオネラが検出されて、まあ、66歳の男性の方がですね、まあ、不幸にも亡くなられてしまったと。まあ、こういったケースが、まあ、毎年のようにね、ニュースで流れてきてたりします。で、まあ、温泉もこういったことが起きるとですね、営業停止になっちゃうんで、まあそれで下手したら潰れちゃう可能性もありますからね。だからかなり気を配って、レジオネラの水質調査っていうのはしょっちゅう行ってるわけですね。で、右上のやつはですね、その水質調査をしましたよっていうような紙がこうありますけれども、そういうのをどっかね、温泉行ったりすると必ず目にすることがあると思いますんで、ぜひまた今度行く機会があったらですね、探してみてください。あ、これレジオネラちゃんと調べてるとこなんだなとかね。まあ僕ぐらいになってくるとね、もう感染症やのこう血が騒いで、どこに書いてあるかなとか、ここのレジオネラの水質ってちゃんとしてんのかなとかっていう風にね、思っちゃったりして、こう調べるんですけども、あ、書いてあった書いてあったとかってね、見る癖がついちゃうんですね。だからまあ普段からね、結構馴染みのある菌であるっていうことでもあるので、まあ一つ知っておく必要はあると思います。レジオネラはですね、レジオネラニューモフィラっていう菌によって起きる感染症ですけれども、これはグラム陰性菌で、まあ球菌っていうふうに言われています。まあ球菌にも見えるし、菌菌にも見えるし、まあどっちもちょっとこう判断がしにくいんですが、これはね、まあグラム染色で見ようと思ったらなんかこう見えるんだけども、普通は細胞内寄生細菌なんで見ることができません。他のマイコプラズマとかですね、クラミドフィラ、こういったものも細胞内寄生細菌になってくるので、普段グラム染色では見えないんですね。だからまあグラム染色で見ようとするっていうこと自体が、まああんまり意義がないっていうことになるんで、そっちで調べてもしょうがないんですね。で、感染様式としてはですね、右の写真見てもらうと分かるように、こうエアロゾルとかそういったものを介して気道の方に入ってきて、それが感染を起こしてしまう。で、そこで感染を起こすと肺炎とかの症状が出てくるわけです。まあ、レジオネラはどういうところにいるかっていうと、まあ、一番有名なところはですね、循環式風呂のところですね。まあ、そういったところでちゃんとお湯を変えてなかったりとか、塩素とかちゃんと入れてなかったりするとですね、中でレジオネラが繁殖しちゃって、まあ中にそれで人を感染する場合も出てくるわけです。で、他にはですね、シャワーとか、あとこうタワーマンションとかね、こう普通のマンションとかでも一番上に水冷凍っていう、こう水の補給タンクがあったりしますけれども、そういう水のタンクの中でもですね、レジオネラが繁殖することがあります。で、他にも公園なんかにある噴水ですね、噴水の水なんかこうしょっちゅう水変えてないんで、そこでレジオネラが繁殖して、で、ね、子供とか周りこうわーってなんかこう集まってきたりして、で、水パチャパチャ遊んだりしますけれども、そういうのにレジオネラが入っていることもあるわけですね。あとホットタブって書いてますけども、
外国行くとね、結構ジャグジーがホテルに併設されてたりして、まあ、水着着てね、なんかこうブクブクとこう、まあ、温泉気分で使ってたりしますけども、あれね、結構汚いんですね。で、まあ、汚いかなと思いきや、まあ、ちょっとこう嗅いでみるとすげえ塩素臭いやつがあったりして、まあ、それはそれでね、レジオネラをやっつけるのに塩素が入ってるんですが、かなり塩素の濃度がきつくなってます。だから、まあ、そういうホットタブなんかでも繁殖するっていうことを、しとかないといけません。で、まあ、このレジオネラはですね、ヒトヒト感染はしないっていうふうに言われていて、主には水気からこう体の中に入ってきて感染を起こすっていう経路になります。ではいざレジオネラが体の中に入ってきた、じゃあ体の中ではどういう免疫の機能が働くのかっていうとですね、こうレジオネラの菌が来たらですね、こうマクロファージがパク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 をこう食べようとするんですね。で、普通はこの食べられるとマクロファージの中のですね、ライソゾームっていう酵素があって、そのライソゾームが菌を殺して分解したりするんですね。ただこのレジオネラのちょっとこうタチの悪いところですね、このライソゾームによって壊されずに、もうマクロファージの中にね、こう居直り強盗みたいな感じで、うん、そんなの効かないよとかで、うん、心地いい心地いいとかっていう感じで、こうマクロファージの中でね、居座っちゃうんですね。で、居座ってその中でまたこう繁殖を起こして、で、繁殖を起こして、まあ、そろそろ外出ていくかなって言って、こう、そのマクロファージを破って、外にバーンってまた出ていっちゃうんですね。だから、それで他のところにもまた感染を起こして、どんどん悪さを起こしていってしまう。まあ、こういったのが、レジオネラの、感染様式になってきます。レジオネラの菌はですね、肺炎のレジオネラ症を起こすだけでなくって、もう一個別の病気を起こすんですね。それをポンティアック熱っていうふうに言います。で、レジオネラとポンティアック熱、どっちの方が割合多いかっていうとですね、実際はポンティアック熱の方が非常に多くなっていて、90% 以上はこちらになってきます。で、まあ、中には、こう、レジオネラ症で肺炎を起こしちゃう場合も出てくるっていう、そういう認識が必要になります。で、レジオネラ症を起こした場合にはですね、非定型肺炎、まあ、異型肺炎っていうふうにも言いますけれども、あまりね、こう、胸部の聴診をしてもはっきりはしないんだけれども、まあ、結構がっつり肺炎が見えてるような像、そういうのを異型肺炎というふうに言いますけれども、そういう異型肺炎の像を呈するのがレジオネラ症なんですね。で、他に症状としては熱が出たり、咳が出たり、あと、消化器症状が出たりすることもあります。下痢したりとかですね。で、中枢神経症状はちょっとこう頭ぼんやりしたりとかっていうようなね、こう意識が朦朧とするようなこともあります。一方、ポンティアック熱はどうかっていうと、これはね、肺炎は出なくって熱だけなんですね。だからまあ、風邪かなって言って、もう勝手に治っちゃうこともあって、わざわざ調べなければですね、ポンティアック熱っていうふうに分かることもない。例えば、どうやって分かるかってなると、まあ、熱で病院に来ました。で、明らかなエピソードで最近、スーパー銭湯に行きました。で、スーパー銭湯に行ってしばらくしたら熱が出てきて、この前、スーパー銭湯行ったのが原因かなっていうふうにね、こう言ってくれたら、あ、もしかしたらレジオネラにかかっちゃって、ポンティアック熱にかかったんじゃないかなっていう、そういうふうなね、頭が働けば診断がつくんですけども、まあ、一般開業医さんのレベルで熱があってっていうので来たら、あ、うん、風邪ですねっていうので片付けられちゃうケースがほとんどだと思うんですね。で、潜伏期見てみると、レジオネラはですね、だいたい2から10日。で、ポンティアック熱は結構早くて1から2日っていうことになってきます。で、治療は、レジオネラはですね、ほっとっても治らないので、必ず抗生物質を使って治療をします。一方、ポンティアック熱はですね、普通の風邪みたいな感じで勝手に治っちゃうんで、抗生物質は基本必要はないんですね。で、レジオネラの方はですね、致死率は結構高くて、15から20%。5人に1人はもうそれかかっちゃうと、亡くなっちゃうっていうことになります。で、ポンティアック熱の方は、まあ、家庭に治っちゃう、風邪みたいなもんなんで、まあ 1% 以下っていうことになります。まあ、ポンティアック熱もですね、これも風邪みたいなもんだったら別に放っとってもいいじゃないっていうふうに思うかもしれないですけれども、
ポンティアック熱って診断をつけるにはちゃんと意義があってですね、ポンティアック熱を起こしてるということはどっかでレジオネラが発生してる、そしたら他にもですね、そのレジオネラの菌が感染しちゃう可能性が出てくるっていうことで、大量に患者が発生するとこれまた困りますんでね。だからもしポンティアック熱が出たってなってきたら、その人が行った温泉施設とかですね、そういったところに調査が入らないといけなくなるわけですね。だからまあたかがポンティアック熱といえども、まあそこから先の疫学調査とかが必要になってくるので、きちっと報告が必要になります。レジオネラの検査はどうするかっていうと、まずね、グラム染色ではこう菌を見ることができないので、それで見つけようとするのは至難の業です。で、特殊な染色でですね、銀染色っていう染色方法があって、右上の写真を見てもらうと分かるんですけども、こういった染色方法を使えばですね、レジオネラの菌を染めることができます。ただこの銀染色っていうのは一般の細菌培養室では行っていないような検査なんでね、ちょっと銀染色やってくださいよとか言われても、いやうちではやってないですよって言ってね、こう突っぱねられちゃうことがあるんで、ちょっとねかじった知識でこうなんか言っちゃったりすると、なんか下手にね反感買っちゃったりするんで、そこちょっと気をつけとってくださいね。で、培養とかはですね、 BCY 培地っていうのを使うんですけども、これも基本普通の検査室にあんまり置いてない培地なんで、まあちょっと特殊なね、そういうレジオネラとかの培養やってるようなところに依頼すればできるかもしれないですけども、まあ一般的にはこういうのもやっていない。じゃあどうすればいいのかっていうと、一番使われてるのはですね、あの尿中抗原っていうものがあって、左下の写真見てもらうと分かるんですが、これはですね、おしっこを一滴こう垂らすことで、それがレジオネラがあるよっていうのがですね、こう線で分かるようになってて、まあ、それで診断がつくことになります。ただこれも限界があってですね、レジオネラってね、あのいくつか種類があって、だいたいね50種類ぐらいあるのかな。で、50種類ある中のですね、血清型1しかこの尿中抗原では検出ができません。ただこの人間に病原性を起こすようなレジオネラっていうのは、ほぼ8割型がですね、血清型1なんですね。だからまあ大体これでカバーはできる。ただ残りの2割はそのこの尿中抗原では診断がつかないっていうことになってくるんで、中にはですね、こうレジオネラだろうなと思っても尿中抗原で出ない、でだけどまあレジオネラだと思うからレジオネラとして治療を開始しようかっていうふうなね、判断に踏み切るケースっていうのは、あのしばしば経験することです。レジオネラ症のですね、血を取って調べてみると、いくつか特徴的な所見が見られます。その中の一つが低ナトリウム血症ですね。これもね、なんでそういう風になってるのかっていうのは、僕もいっぱい教科書読んだんですけどね、あんまりこう具体的に書いてあるところはなくって、まあ、血管の透過性が亢進してですね、水の移動が起こったりするがゆえに低ナトリウム血症になるんだっていうことをね、書いてたりしますけれども、これもあんまりはっきり分かってないんですね。で、他にもですね、リンの数値が低くなっていることもあります。あと CK の上昇、これはまあ筋肉がね破壊されたりして上がってくる酵素ですけれども、この CK が上がってくるような肺炎というのはあんまりないんで、これも一つの特徴になります。なんか肺炎を見て、あ、これなんか異型肺炎っぽいな、でデータを見ると、あ、低ナトリウム血症もある、あとリンもちょっと下がってる、あとなんか筋肉も壊れてそうだぞってなってくると、あ、もしかしたらレジオネラ肺炎かもしれないな、ちょっと尿中抗原測ってみようか、で、まあ、それで陽性に出ればね、レジオネラ肺炎っていうふうに言うことができるんですけども、まあ、それで陰性だったとしてもですね、まあ、レジオネラ肺炎が疑わしいんであれば、レジオネラ肺炎としての治療をしていかないと、結構致死率も高いんでね、後で失敗すると、その患者さんの予後っていうのは悪くなってくることになります。レジオネラの治療はですね、またちょっとこう、他の細菌の治療とは、違って、ベータラクタム系の抗生物質、まあ、ペニシリンとかセフェム系とかそういったものが効かなくなっててですね、こちら細胞内寄生細菌という特徴があるがゆえなんですけれども、じゃあどういう治療薬を使えばいいのかっていうと、アジスロマイシンとか
あと乳キノロン系のレボフロキサシン、こういったものが使われたりします。今日はですね、レジオネラについて解説をしていきました。温泉なんかでよく発生することがあるっていうこと、あと、まあ、細胞内寄生細菌なんで独特のこう動きをしてですね、体に悪さをしていく。で、まあ、レジオネラといってもですね、肺炎を起こすようなレジオネラ症と、かたやポンティアック熱っていうのもあって、ポンティアック熱はまあちょっとした風邪みたいなもので勝手に治っちゃうんで、あんまり治療は必要はないんですけれども、まあ、もしポンティアック熱が出たらですね、そこどっかその施設ではレジオネラが発生してるっていうこともあるんで、まあ、きちっと調査をしないといけない。で、最後にレジオネラの治療っていうのは、まあ、ベータラクタム系の抗生物質とか効かないんで、アジソロマイシンとかレボフロキサシンを使いましょうっていうね、そういったことを知っておけばいいかなと思います。ちょっとね、最近花粉症でね、鼻がこう詰まっちゃって、なんか鼻声になっちゃって申し訳ないんですけども、時期に治ってきますんで、またクリアなね声で次はお届けできればと思います。今日の動画は以上になります。また登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。